次にご紹介するのはロマンティックカジュアルを生み出すアレキサンダー・リー・チャンさんです。で、彼の作品はこう自然体で自由なファッションに多くのファンが根付いています。僕の名前はアレキサンダー・リーチャンです。現在東京で、自分でお店を持ちながら、年3回のブランドのエキシビションをやりながらアレキサンダー・リーチャンっていうブランドをやってます。2003年の春夏から、洋服をやってて今に至ってますね。うちのブランドは、ユニセックスブランドで、メンズレディースっていうのは基本問わないような洋服作りになってて、カジュアルな服を作ってますね。僕がスケートボードをずっとやってるんで割とオーセンティックなデザインで、ただオーセンティックなデザインの中にも少しこうなんだろうクラフト感があるような温かい雰囲気の洋服を作ってるつもりです。今日の服はこれリメイクしたリメイクっていうか絵描いただけなんですけど海外では台湾と、ロンドンとは少しだけ洋服置いてるんですけど、基本メインは東京というか日本ですね。日本で展開してます。まあね、世界中でできればいいなとは思ってますけど、洋服だけじゃなくて自分自身その空間デザインとか家具作ったりとかそういったものもやってるんで、そのカルチャーでとしてその一つのパッケージでできればいいなと思いますね。僕らがやってたのって、ストリートファッションなんですけれども、ストリートファッションってもともとそのファッションっていうよりもストリートカルチャーなんですよ。で、そのカルチャーはやっぱりその洋服だけ服だけじゃなくてその音楽とか空間とか、食べ物とか、そういった全てのものをひっくるめて一つのカルチャーなので、だそういったものが結構、特に日本はファッションにすごい偏っちゃってるんで、もう少しこう広げてパッケージとしてリリースをしていきたいなっていうのがありまして、でそれはやっぱり東京なんで、そういったアレキサンダー・リーちゃんカルチャーっていうものが、例えばバンクーバーとか他の国にリリースできていけたらいいなっていうのが自分たちの夢かなと思いますよ。今回の作風は割とそうですね、白と、グレッシュなグレイッシュなものプラスブルーと、レッドのアイテムが結構多いので、そういったものの展開が多いですね。今回のコンセプトが、そのパイナップルと、キャット、キャットって日本語での猫の鳴き声がニャーって言うんでパイニャップルっていう言葉も作ってなんでこの T シャツがパイナップルをイメージしてて猫なんですけど、そこを、そのハイブリッドなイメージで作ってるんですけど、なんかそのファッションショーっていうものが割とこうみんなストイックに真面目にこう行く雰囲気があるんですけど、これってイベントなんでもっと楽しくなんか気軽に楽しかったねっていう空気感を出せたらいいなと思ってます。